4月の新キャラ赤ずきんを深掘りしていこうということでございまして、ひろとら大好きクラブ西久保アナです。そして野重です。この動画ではですね、新キャラのボイスや性格などを深掘りして紹介しております。今回はゲーム内では聞くことができない日本語の特別ボイスを中心にお届けしていきます。ぜひ注目してみてください。この白ドラの赤ずきんっていうのはね、童話の赤ずきんがモチーフのキャラだと思うんですけども、はい、白ドラではね、2人が一体どんな関係なのかっていうところを探っていきたいと思います。そんな赤ずきんですが、ボイスの方は赤ずきんをひとみさんに、そして狼をですね、吉田丈一郎さんにご担当いただいております。ありがとうございます。はい、白ドラの方はもう白ドラ語なんで、なんて言ってるか分かんないですけども、はいはい、今日紹介するのは全部日本語なので、ほう、結構ね、2人のそのキャラクターっていうのが見えてくるかなっていう気もしますよ。狼もちょっと日本語で話すんですか？そうなんですよ、はい。あ、そうなんだね、ゲーム内ではもう完全になんかワンワンワンみたいな感じのね感じでしたけど、はいはいはい、なんですけども、今日この動画では特別に日本語でね、ボイスが聞けるということなんで、それはちょっと楽しみですね。はい、それでは早速ね、短いセリフからちょっと聞いていきたいなと思います。はい、お願いします。まず赤ずきんですね。あたちとあそぼ、おばあちゃん走れ、それぴょーん、誰だけお仕置きなのよみたいなね、短いセリフなんですけど、はい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 、今狼のことを多分おばあちゃんって呼んでたと思うんですよ。そうですね、走れって、うん、あれ多分スキル そのごちそうを投げるときにね言ってる言葉だと思うんですけど、はいはいはい、狼をおばあちゃんって呼んでるってところまずね注目かなってところですよね。そうですね、おばあちゃんだと思ってるんですかね、どういうあれなんでしょうね。そのあたりをねちょっとね想像しながら聞いてもらいたいんですけど、はいはい、今度は狼の方ですね。はい、私の出番かい、食べちゃうよ、腹ペコさ、それは私のだよみたいな感じなんですけど、はい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 、これ実はオスの狼っていう設定はあるみたいです。あ、そうなんですね、はい、なんですけどちょっとおばあさんのような口調でしたよね今ね。一応なんていうんですかね、童話通りおばあさんになりすましてるんですかね。そんな感じはしますね。でなんですけど、ここからね2人の関係性なんかももう具体的にイメージできそうな長いボイスの方を紹介していきますんで、はいはいはい、こちらをお聞きください。楽しみです。まずはこちら。やっほー、赤ずきんだよ。赤いずきんがとっても可愛いでしょう。おばあちゃんとお揃いなのよ。おばあちゃんのはずきんじゃなくて首輪だけどね。え、みんなはおばあちゃんに首輪つけないの？おひひ、変なの。ちょっと続けていきます、これ。はいはいはい。赤ずきんったら、私のことを自分のおばあさんだと信じて疑わないの。私はイケイケのオスオオカミよ。何よ、話し方がメスっぽいですって？赤ずきんに話を合わせて演技していたら、この口調が癖になっちゃったのよ。まったくもう、嫌になっちゃう。はい、という感じなんですけど、なるほど、もうなんかちょっと見えてきましたよね。ちょっとなんか自分は赤ずきんが怖くなりました。そうですね、首輪つけてるって言ってましたねちょっと怖くなりましたけど私、はい、で狼の方はなんですけど、うん、物心つく頃からこのね赤ずきんをお世話してたのかなみたいな感じはしますよね。ずっと一緒にいるのかな、うん、なんかそんな感じはしましたね。はいはいはい。そしてお次はこちら。はい、やっほー、赤ずきんだよ。この鉄砲かっこいいでしょう。ちゃんと弾も出るんだよ。これ持ってお使いに行くとみんなとっても優しくしてくれるの。どうしてなんだろうね。おひげちょっとね、ちょっとなんか狂気的な一面見えますよね。怖いよ、怖いよこの子でも確かにおかしいと思ったんだよね、銃持たないって。鉄砲持たないですから。ちょっと赤ずきんちゃんはそういう感じの一面があるのかなっていうのが見えてきましたね。なるほどなるほど。続いていきましょうか。はい。おばあちゃんの口はどうしてそんなに大きいの？それはね、お前を食べるためだよ。そういう悪いこと言うと鉄砲で撃たれちゃうよ。私が悪かったから、構えたその銃を下ろしておくれ、赤ずきん。ちょっとまあ赤ずきんの方が立場的にやっぱ上なんですか、ね、上な気がしますよ。はい、でさらに。赤ずきん、どんどん育ってきたね。もっと美味しそうに育ってきたら、
隙を見て赤ずきんのことを食べてやるつもりさ。今？いや、食べるのは今じゃない。私は用意周到だからね。別にビビってるわけじゃないよ。赤ずきんなんか怖くない。怖くないったら怖くない。確実にビビってますねこれね。ちょっともう怖がってますね完全に、ね、そうですね。食べるために育てたっていう感じなんですかね。そして最後はこちらです。はい。赤ずきん寝ちまったのかい。ずいぶん成長したもんだね。赤ずきんを食うなら今このタイミングかもしれないね。にゃんにゃん、おばあちゃん、ずっと一緒だよ。やめとこ。今はなんでか腹がいっぱいだ。なんかいい話になっちゃいましたね。はあはあ、なんか確かにね。急になんかしんみりさせるというか。だんだんこう育ててるうちにこう愛情が湧いてきちゃったのかなっていうような、そんな一面が見られますよね。なるほどね。はい、でお互い信頼関係がやっぱりあるんじゃないかなっていう気がしますけども。まあ実際その狼がやられてしまった時に泣いてしまう赤ずきんっていうのもね。ありましたね、はい、そういう描写もありますし、うん、それこそ赤ずきんがやられた時に、まあ、暴走している狼みたいな言い方をね動画ではしましたけど、はい、あれはちょっと怒ってるっていうことですね。そうなんですよね。実はそれっぽい短いセリフもありまして。あ、そうなんですか。よくも私の赤ずきんはみたいなね、赤ずきんがやられた時に発生してるんだと思うんですけど、はいはいはい、なるほど。やっぱりこの辺りからもね、赤ずきんのことを大切にしてるんだなっていう感じはしますもんね。うん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 。というわけでこの赤ずきんと狼の関係ですね、まるで親子のように仲良く暮らす2人ということでございました。いや、なんか急にほっこりしましたけど。そうなんですよね。最初はちょっとね、なんかどういう関係よと、主従関係結ばれてんのかなみたいなね、うん、いうのもありましたけれども、あ、よかった、ちゃんと信頼関係で成り立ってる関係なんだろうね。そうですね。赤ずきんもおそらくこうわざとじゃないというか、無知でやっちゃってるみたいな感じもしますので。いや、ちょっと面白かったですね今回はね。はい、はい、ということで以上、今回は赤ずきんの深掘りをお届けいたしました。また新キャラが、登場いたしましたら紹介していきたいと思います。皆さんぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。バイバーイ。